おはようございます。2023年12月9日土曜日の朝です。今日の体重は 65.00 でした。体脂肪率は 37.9% です。おはよう、アリラちゃん。今日の天気は、わ、曇り、なんかすっごい暗いですね。実は今日ですね、一回7時くらいかな、8時くらいかな、起きたんですけど、なんかすっごい寝足りなくて二度寝しちゃったんですよね。で、今10時半くらいになっております。で、今日はですね、もう1年ぶり近くぶりにですね、美容室行きますよ。これから準備して札幌に向かいたいと思います。白湯は今日飲みません。今日の朝ごはんです。今日はちゃちゃっとご飯、パンの上にチーズを乗っけたパン、リンゴで食べます。今11時10分くらいです。では準備ができましたので、これから札幌の方に向かいたいと思います。で、今日ですね、旦那さんも札幌でちょうど用事があったので、車で一緒に行きますよ。行ってきます。ちょっとシスタに寄ってドライブお供のコーヒーを買います。シスタのクリスマスブレンドテクアウトで買いました。飲みながら行きます。雨すごい。札幌着いた。実はですね、あずあず、ですね、美容室店舗変わりましてですね、今丁寧というところに来ております。で、初めて行くお店なんですけど、ちょっと私間違っちゃったかな、場所、うろうろ今歩き回っております。じゃあまずお店の方ね、でなんとなく分かったから向かいたいと思います。よいしょよいしょ。私がですね、いつもお願いしている美容師さん、あずあずなんですけども、15年くらいですね、お付き合いある子で、1年前に出産ちょうどして赤ちゃん生まれてから産休に入ってたんですよね。それで久しぶりに1年ぶりくらいかなに会うので、すごい楽しみでございますよ。もう着く、行きます。これにしてマンションとかだ、どこだ、あれ、また分かんなくなってる私。綺麗にしてもらってます。素敵にしてもらいましたよ。超可愛いよ。ありがとう、あずあず。すっごい若返りましたよね。自分で言うのもなんですけど、よかった。すごく綺麗におしゃれにしてもらいました。ちょっと暗くて色があんまり分かりませんけど、素敵色にしてもらいましたよ。じゃあこれからですね、旦那さんは私今回札幌の大通りの方に置いてきて、その後自分は一人で車に乗って丁寧まで来ているので、今度また大通りの方戻って旦那さん拾って、で、それで私もちょっとね、大通りの方で買い物があるんですよ。なのでお買い物して、お腹空いたからご飯食べて帰るって感じになると思いますよ。それじゃあまずは旦那さんを迎えに行きます。エリコロの動画、大通りはイルミネーションが始まっておりました。札幌の大通り着いた。じゃあこれから旦那さんと合流します。もうゆっくり行きます。あ、ラッシュができてる。あ、いた、いた。合流、スタンダードプロダクツ行きます。札ドラ行きます。たぬき工事混んでおります。今日はこちらライオン、これはですね、私が本当に子供の時からある、なんだかレストランみたいな、ビアホールみたいなやつなんですけどたまに行ってみようということになったので、行ってみたいと思いますよ。行きます。
まずは旦那さんのハンバーグとエビフライが来ましたよ。美味しそうだね。サラダ食べます、うん、今日の夜ご飯です。私はスパカツにしました。美味しそう、食べます。ごちそうさまでした。久々の味がすごい美味しかった。懐かしい感じで大満足ですよ。じゃあもうアビラ町の方に帰りたいと思います。こちらはすすきのに新しくオープンしたココのすすきのっていうですね、商業施設で、上がストリームホテルっていうホテルになっている建物ですよ。ちょっと見に来ちゃった。映画館とかいろいろスーパー代理とかも入ってますね。すごいね。ちょっと見に来ただけです。うわそんなブーってこのね、ここのの隣は有名なすすきの交差点のこの日課のとこなんですよ。青です。ちょっとね、結局近づいてきちゃいましたよ。なんか雰囲気がちょっと札幌っぽくないね。なんか結局旦那さんが興味津々になっちゃって入ってみることにしましたよ。なんかすごい人ですね。なんか渋谷のようですね、なんか雰囲気がね。お、こっから景色が見れるのがですね、すすきの交差点でございます。綺麗なスタバがありました。たぬき工事にこんなのができてました。ラーメンの山岡屋、味噌ラーメンの山岡屋、そして煮干しラーメンの山岡屋でございます。はい、じゃあ車に乗りましたので、この後は安平町の方に帰りたいと思います。時計台でございます。エリコロの動画できましたよ。もう今9時過ぎたところですよ。なんか今日は珍しくずーっと寝ないで来た。そしてすごいもうなんか暖かい線もあってガスっております。帰り道も時々ガスの中を走って帰ってきましたよ。じゃあ中入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。今日は行ってきました。やっと約美容室に行ったのは約11ヶ月ぶりとか10ヶ月ぶりとかかな。そしてアスアスにやってもらったのは本当に1年1ヶ月ぶりっていうくらいでした。いやー本当に見違えましたね。もうずっと白髪でなってて、もう自分でずっと頑張って染めてたせいもあってボロッボロだったんですけれども、で自分で染めたせいもあってなかなかね、上手に染まるかなって感じのところを、さすがアズアズはですね、とっても技術がすごいのでですね、うまく染めてくれました。その私が自分でやったところの変な感じになってるのを生かして、あえて上手なグラデーション、馴染ませてグラデーションに、これじゃ見えないのかな、グラデーションに明るくなっていくようにグラデーションにしてくれました。すごい良くなりましたね。本当になんかいつもアズアズとは本当に15年とかもうもっと経つね、もう15、16、17年くらいのお付き合いでございまして、ずっと私ももうアズアズ以外の子にはこの間産休に入ってる時に1回だけね、前にいた美容室のあやかちゃんっていう子にやってもらっただけで、それ以外の人にやってもらったことがないくらいずっとやってもらっててですね、でも席に座ったらどうしますかって聞いてくれるんですけど、なんかよくしてくださいっていう感じで、本当に結果いつもあずあずにお任せしたらもう間違いないっていう感じで、すごく素敵にしてくれるんですよね。そう、それで前いたお店なんですけれども、アスアズが赤ちゃんできて出産してですね、生活スタイルとかも変わりまして、それで今は今日行った、美容室の名前がですね、イージスっていう名前で、
札幌市の手稲区にあって、手稲駅南側かなのすぐ徒歩2分くらいのところにあるお店にですね、転職をして今はそこで働いております。まあ、ご主人とかね、ご家族 の、 ご主人の実家とかもあっち方面っていうのもあって、やっぱ生活スタイル変わりましたからね。そんな感じで今働きや自分のスタイルに合った働きやすい職場っていうことで転職してそっちにいるんですけれども、前使ってた前の美容室が結構ですね、オーガニック系の美容室だったんですよね。で、取り扱いしてたヘアカラーとかも全部オーガニックのやつを使ってたりとか、シャンプーもオーガニックのやつ使ってたりとかしてたんですけれども、なんと今回わざわざそこのお店に行くにあたってですね、今までのお客さんを大切にしたいという気持ちもあり、前使ってたそのオーガニック系のなんていうの、こういうの、あと染め液みたいな、染め薬みたいなやつをですね、そのまま使うことにしてやってくれております。シャンプーとかもそうなんですけどね。そう、それで私もですね、まあ、もともとアズアズがいればどんなやつ使っててもいいって私は思うタイプではあるんですけども、でも前の美容室に行った時のそのオーガニックのやつでやってもらったら本当にいいんですよね。痛み具合とか本当ダメージとかもすごい軽減されたなっていう実感もあるし、髪の質もちょっと変わったなっていうのもあったりとかもしてたので、なのでもしね、そのまま引き継いでそういうお薬が使えてたら嬉しいなとは思っていたら、やっぱりそのまま引き継いで使ってくれてるので本当に良かったです。そうなので、もしですね、アズアズスタイリストのアズアズ気になる方いましたら、テーネクのイージス、なんかホットペッパーとかにも出てるみたいですね。ただご指名の時はアズさん、アズサちゃんなんですけど、横見アズサちゃんなんですけども、って言っていただけるとですね、ご指名できると思いますので、ご興味ありましたら、ぜひ、ちょっとアズアズのところでやってみてほしいなと思います。でも本当に、その人に合った素敵な髪型にしてくれるのでですね、そう、なんか本当にいつも、で、やっぱり私、悩みが白髪なんで、ですけども、こうやって少しこうメッシュっぽいのをですね、バーッと入れてくれるおかげでですね、いつも伸びてきても目立たないんですよね。そう、それだから本当にそういう部分とかも、白髪を生かした感じのヘアスタイルとかもやってくれるのでですね、もうぜひもし興味あったら言ってほしいなと思いますよ。はい、そんな感じでもう大満足でございました。で、今日その後はですね、ちょっと大通りの方で私も買い物あったので、旦那さんと交流してちょこちょこお買い物をしてきたんですけども、そう、なんだっけな、ちょっと待って、なんかね、スタンダードプロダクツ、あ、これは普通になんかもうよくニトリとかでも売ってるこのタオル、これはよくアロマ講座とかやるときに使うので一応買っときました。300円でした。それとゴミ箱を買いに行きたかったんです、サロン用ので、ゴミ箱をなんかちょっとなくて、結局これゴミ箱代わりになるかなと思って買ったんですけど、もうここに袋とかに入れといて、まあ一回一回お客さん着て帰るごとに捨てちゃうからね、その人のゴミしか入ってないっていうこともあるので、ここにちょっと袋を設置しといて、こうやって置いといたらゴミ箱に見えるかな、いや見えないか、うん、でも一応ちょっと新しいゴミ箱他のも探そうと思ってるので、買うまではこれで置いとこうかなと思います。これ200円。さ、そしてもう一つですね、買ったのが、そう、これですね、私フットバスって言っても、なんか電気でブクブクとかっていうのはやってないんですけども、たらいにアロマの精油と、あと、ドライフラワーを散らしてフットバスしてもらってるんですけど、足のトリートメントする方とかですね、そう、その場合、そこに入れドライフラワーを入れる瓶が欲しかったんですよ。で、手が入るやつが欲しくて、口の広いやつにしようと思ったんですけど、ただ、余裕で入るやつ、この縦の線が入ってて、なんか中が、そう、ガラスだから、なんかちゃんと見えなくて、こう、つるっとしたやつがいいなと思ったんですね。で、こうやって、ちょっとギリギリかもしれないけど、まあ、掴んで取れるから、
掴んで取れるから大丈夫かなと思ってこれ買っときました。でこれにドライフラワーを入れておきたいと思いますよ。そう、これとあと本当はゴミ箱が欲しかったけどなかったっていうことと、あともうずいぶん前からもうなくなったところを一生懸命使ってたんですけどね、アイシャドウなくなってたから買いました。いつもねもう何年くらい前から同じのも4つ目ですよくこの色合いが好きで、なんかまた新しいの買うときに色を選ぶのがすっごいめんどくさくていつもいいなと思っちゃったらなんかリピートして、ね、すぐ買っちゃうんですけどね、そこがなんかもうアラフィフなんか、いやそんなことないか、ちゃんといろんなの厳選して買う人が買えますもんね私がちょっと選ぶのめんどくさくなっちゃった人になっちゃったから、そうこれアイシャドウね買いました。あと口紅、前なんか韓国のやつ使ってたんですけど、そんな話をあずさちゃんとしてたら、これすっすごい取れなくておすすめだし荒れないよっていう話を聞いて買いました。ケイトのリップモンスターっていうやつの3番が今人気なんですって。で4番か3番かねって言ってて、で4番かなって言ってたら4番がちょっと売り切れてて3番があったので3番を買いました。そう、どんな色かなと思ったんだけど、なんか私前はテラコッタっていう色を使ってたので、オレンジっぽいピンクっぽいなんかそれっぽいやつだったと思うんですけど、今回ちょっとピンクっぽい色にはなるんだけど、なんですけど結構塗った後にトトトって押さえたらこういい感じになりますよっていうのを教えてくれたので、そう買いましたよ。ちょっと待ってね。お、開かないね。ねじるのか。あ、間違った。しかも、あ、いいのか、間違ってないのか。こんな感じのやつでした。あれ、私間違ったかもしれない。これじゃないやつ買いたかったかも。間違ったかもしれない。これかな。あ、スフレマット買っちゃったんだ。いや、本当は普通の口紅のやつ買おうと思ったけどこれになっちゃった。まあいいか。でもとりあえず買ってなかったからこれ買いました。こうやって、あ、なんか自然でいいですねこれ買いましたよ。はい、そんな感じでした。じゃあ今後はこれをリピートして買いたいな、使っていこうかなって思っております。あとちなみにですね、アズアズのところで使っているヘアカラーのメーカーがですね、なんて読むんだっけ、ビラロドラっていうのかな。あ、書いてある。ビラロドラだ。ビラロドラっていうとこのやつですね。これがオーガニックの、メーカーの、私はこれシャンプー買ったんですけど、私シャンプー、重曹で洗ったりするんですけども、なんだっけ、ワックスたまにつけたりとか、オイルちょっとつけすぎちゃったりとかしてるときとか、あと、がっちりの頭を洗いたいと思ってるときとかは、このシャンプー使うんですけど、そう、それでずっとこういつも使ってるやつ、今回も久しぶりになくなってたんですけどね、久しぶりに行って買いました。よかった。そう、これでこれからちょっと今まで結構もうなんかどっかが汚い状態になってると、なんか全部がやる気なかったけど、なんか一回ねこうやって綺麗にしてもらうと断然のこうやる気が出るというかですね、なんか美意識をなんかあれして、それがダイエットにもつながったらいいなって思います。一言みたいだけど、はい、そんな感じで今日はちょっと長くなっちゃいましたけれども、これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。